ゴンギョウ風景僧侶たちの問答合戦セラジは、ラサ北部に混流された、ゲルカ派の六大寺院の一つ。また、ガンデンジ、デプンデラと合わせて、ラサ三大寺院の一つでもある。15世紀に、ジャムヤンチュジェサキャイエシェイが創建した。1419年に、高僧、ジャムヤンチュジェサキャイエシェイによって創建された。ダライラマ10世とダライラマ11世の時代に25年間、 チベットの摂政を務めたツェモンリンガワンジャンベル、ツルティムの出身寺院としても知られる。日本の川口絵海やただひとしかがチベット仏教を学んだのも、この寺であった。1959年のチベット動乱の際に、寺院組織と多数の所属僧侶は、チベットを脱出、南インドのカルナタカ州マイソールでガランを再建し、活動を続けている。ラサ北港の旧ガランにおいても、 チベットに残留した元の所属僧侶を中心として1980年代に僧院の組織が再建され、寺院としての活動が再開された。中華人民共和国政府も1982年、全国重点文物保護単位として認定している。歴代雑は以下の通り。以後、本寺の雑職は、化身玉の名石、ダライラマの指定石となっている。セラジでは、 幼児、子供連れの三景をよく見かけ、大人と一緒に列に並んだ後、順番が来ると、鼻に、魔除けの黒木を塗った、幼児、子供千田は、僧侶から直接に祝福を受ける。ここに祀られているタムディンは、幼児の健康を守ると信じられているからである。で、今枝役、2005、ピアニッシモ、187から188、松友えピアニッシモ、 595から596、ラサセラジの巡り方、ラサティベット、ありがとうございます。